はいどうもということで、今週はオープニングからプラスピの方をやっていきたいと思います。ということで、ログインボーナスからねスタートしました。ということで、上にあります S ランク契約書をもらえるんで、早速もらっていきたいと思います。井上選手、そしてデアル選手、ありがとうございます。ということで、はいどうも、マックスルームダラクスソードマックスです。本日はですね、プロスピエースの契約書を引いていきたいと思います。ということで、今回狙うのは1位ギータ、2位小笠原、そして3位は野井本選手や山岡選手となっております。まあ、あくまで第1弾のねやつなんで、一応第2弾も出るんですけど、やっていきたいと思います。どうでしょうね、本当にギータ欲しい。このままだったら本当に初の課金するかもしれないんで、ホームランで逆転チャンス、引いていきたいです。聞いた、頼むよ。来たるような足と突き刺すような、さあパリン、さあ来て、違う違うそうじゃないのよ。マジか、ちーちゃん、そこは違う。同じ第一なんやけど、難しいねやっぱ。はい、ということで、無課金の方の家やってきました。ということで、無課金の方は1位小笠原、2位に平田、そして3位はギータです。で、純正目指してるんで、中日の選手来てくれたら一番嬉しいです。さあ、今度こそパリンを言い忘れないようにしないと。3番チャンス、はい、ということで、どうだ、引けない。さあ、どう、おお、山岡さん、こっちで来るのかい。山岡投手ですね。はい、ということで、ここからは、あんまりいい日が引けなかったので、大送りでやっていきたいと思います。はい、ということで、山岡投手の能力はこんな感じです。9、78、75、81ですね。やっぱ変化球多いし、いいね。で、一応、あ、吉信選手85あるんだ、すげえ。こちらは第2弾で説明します。そしてちーちゃんですね、こんな感じです。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイチャー。